タケマチセカンドです。今日はチョコパイやチョコ餅カスタードの夏限定バージョンです。っていうかもう私ちょこっとしかもうこれもうちょこっとしか入ってないですけど今回出た夏限定の商品がまあマンゴーがメインかな。まずロッテのチョコパイのマンゴー&バナナですね。マンゴーとバナナも夏ですね。さすが夏の組み合わせ。はい、そして私の大好きなカスタード、ふわふわのスポンジにクリーム入ったやつなんですけど、これはマンゴーヨーグルトです。マンゴーヨーグルト味絶対美味しいだろうなっていうやつ。そして最後がちゃんとパイ、もう餅、チョコ餅ですね。お餅をチョコで包んだやつ、これのマンゴー版です。もう今年のこの期間限定夏バージョンはマンゴーがメインみたいです。じゃあもうちょっとね開けていきます。まずちょっとチョコパイ食べたいな。チョコパイはでも私的にねモンシェルが好きなんですけど、 OS とかでもまあロッテもこういう期間限定は結構美味しかったりするんで、パッケージこんな感じです。はい、あれこんなちっちゃかったかな。なんかよりサイズちっちゃい。こんなもんなのか。あれなんか気のせいかな、すごいちっちゃめな気がする。ちょっと割ってみますね。はい、こんな感じで中はねマシュマロが、うわ美味しそう、マシュマロになってます。こんな感じ、おおいいですね、ビヨーンですね。いただきます。チョコパイ、うん、あマンゴーの味、バナナも、バナナ、うん、確かにバナナの味もある。マンゴーバナナだ。まあ、でも言ったらこれスポンジがマンゴーバナナの味なだけで、中のマシュマロはいつもと同じ、周りのチョコも、うん、うん、なんかこれ言うと話が変わってくるけど、やっぱり OS とかモンシェルのチョコパイの方が好きだな。なんか毎回でいい加減ロッテさんに怒られそうですけど、なんかねチョコパイのなんかパイ生地、スポンジの部分がねちょっと固めというかパサッとしてるというか、やっぱり OS とモンシェルが好きだな。あーでもねもうマンゴーとバナナの味はしっかりします。はい、次これねカスタードマンゴーヨーグルト、これはねちょっと私結構期待してて、これもロッテさんなんですけど、いや私カスタード好きだからなこのシリーズ。あちなみにこのねチョコパイが12個入りで、カスタードが10個入り、ちゃんとパイ、お餅パイも10個入りです。はい、じゃあカスタード、ふわっとしたねスポンジ生地みたいになってます。割ってみます。中はあれでもいつもと同じ感じ、なんか薄黄色のカスタードクリームみたいなやつですね。マンゴーヨーグルト、いただきます。うん、いつものふわふわスポンジにマンゴーヨーグルトのクリーム、あこれは美味しい、これはとか失礼な美味しい美味しい、これ美味しい、うん、あいけますね、もう食べよう。このねふわふわの甘いね、ちょっと表面が固めになったこのパイが好きなんですよね。パイというかこの生地、うん、こんな感じでくりまいてます。ちゃんとマンゴーヨーグルト味です。これ牛乳と一緒に食べるともっと美味しいみたいです。うん、なんかね前のやつとかだったら冷やして食べるのも美味しいとか結構書いてたんですけど、チョコパイとかは特にかな。まあ、でも個人的にはいつものカスタードの方が好きは好きですよ、あのカスタードクリームのやつじゃあ最後ミョンガチャルトクパイ、お餅パイのマンゴー味、はい、これで私このチャルトクパイ好きなんですよね。このパリッとしたチョコに包まれて、中ちょっとねもちっとした感もあります。はい、いただきます。うーん、もち、中にねマンゴーのクリーム入ってる、おいしい、うん、もちもちしてる、もう本当にお餅、ちょっと酸味のあるマンゴーのねクリームがまた美味しいですね。うん、これが一番好き、絶対これが好き、美味しい。ちょっとこれね前もそうだったんですけど、手で割るとね見えにくいんですよね、見えにくいというか、うわほらこのお餅感、うわでもチョコがしっかりひっついてる、うん、うんうん、これが一番美味しい。このロッテの期間限定シリーズ私結構好きで、気になるねシリーズものだったら毎回揃えて買うんですけど、今回やっぱりねこのチャルトクパイが美味しかった。もうなんかチョコパイは
いつもの期間限定のものの方が美味しかったかなとは思いました。今回はチョコパイのあのパイ生地がマンゴーとバナナ味だったっていうぐらいの違いだったんで、でね、マンゴーが個人的に合ってたと思ったのはやっぱりこのチャルトッパイ、あともちもちのお餅がすごい美味しい、酸味のあるね中のねマンゴーのあんクリームみたいなのもすごいよく合ってて美味しかったです。今回はこれがおすすめかな。まあよかったね、気になる方はぜひこのねマンゴー系商品も買ってみてください。これとかね牛乳と食べると美味しいみたいです。あとね冷やして食べたりとかチンして食べる方法もね結構人気です。チョコパイとか冷やすとちょっと周りのチョコがパリッとしてまた食感が美味しいのかもしれない。まあよかったら気になる方はチェックしてみてください。以上2019年夏の期間限定ロッテのお菓子商品でした。